おはようございます。現在4時40分です。今から朝ごはん食べて、行く準備をします。はい、現在5時半です。テントの撤収も終わりましたので、これから出発します。はい、少しはしごと鎖板もありました。はい、はい、分岐ですね。どっちにしようかな。
はい、知らんけどこっちの方が楽かもになってますね。はい、でもちょっとこっちの方が見せ場が多いかもしれないんで、これ左行きましょうか。はい、はい、鎖場です。はい、ここ登っていきます。はい、コースはまっすぐですけども、これ左側に展望台みたいなものがあったんで、ちょっとそっち行ってみます。はい、大きい岩です。これが、金掛岩ですね。はい、でここから展望台の景色です。足場がめっちゃ崩れてますね。で大丈夫かな。よいしょ。はい、西の覗き岩すぐみたいなんで、ちょっと行ってみます。はい、ここが修行のバーなんですね。よいしょ、よいしょ、あら、よいしょ。はい、ここが鎖場です。ちょっと怖いですね。でも景色はいいですね。これを鎖につながれるんでしょうね。ちょっと私はできないと思います。はい、戻ります。
御朱印。これでお茶とか。じゃあ御朱印とか。これでも1900円。はい、ここがお花畑ですね。はい、はい、三条ヶ岳の山頂、多分こっちだと思うんで行ってみます。はい、多分三条ヶ岳の三角点これだと思うので、ハイタッチ、はい、間違ってたらすみません。はい、では今回の大峰奥掛道の参考はここまでにして、今から泥川温泉の方に降りていきます。はい、ではこの蓮月寺稲村ヶ岳の方に降りていきます。はい、蓮月寺着きました。ここからもここから直接降りることもできるんですけども、道が荒れてると聞いてるんで、あの稲村岳方面にちょっと一回行ってから下山します。はい、少しこの小屋で休憩させてもらいます。寝ます。はい、コーラを飲みたかったですけども売れ切れました。アクエリアスにします。はい、
ここは何が祀ってるんですか。こちらはあの縁の行者のお母さんが祀ってます。はい、縁の行者ってのはどこの人。この辺り、そうですね、まあ、よく車で見かけるのはやはり、例えばです福岡だとか、うん、山口、広島、西日本やね、そうですね、でまあ、東京、埼玉、東京にもそういうグループがありますんでね、うん、まあ、東京は今知ってますけどね、もうなんでしょう、どんどん人が減ってきてるんでしょ、まあ、行者さんの人口は減ってきてると聞いてますけどね。あの三日にたくさん来ましたか。三日は結構多かったですね。多かったです。はいはい。でも今日はね、ここね、世界遺産がありますからね。はい、もう登山者も合わせたらね、結構来るんじゃないですかね。はい、ああ、甘いの美味しいです。どちらから来てらっしゃるか。お、大阪ですね。大使のことがあった。なんか、あの、あ、ここ、はい、ありがとうございます。気をつけて。今日このまま、泥川温泉、温泉入れたら入ると思うんですけど、今日混んでるでしょうね。そうでしょうね、木曜日か。そうですね。今日ね、祭日だし、ね、そうですね。はい、いいお湯でした。直射日光当たりすぎてたのもある。あるあるとあるな。いや、カメラ立ち上がれへんかったです。レギュレーターか。壊れとった。前まででもついてんのかって。あ、そうだ、今までこそちょっとオーバーついてると思う。これあれやもん、これずっと昔ながらの日本のやつやもん。高いんですけど。いやいやいや、みんなみんなネットのやつとかで安いんだけど。ついてなかった。ちょっとロードサービスはついてない。ちょっとロードサービスか。弁護士格約は出てると思う。弁護士格約はでも車で入ってたらバイクつけんでいいって言われて。